シアトル大学は、米国ワシントン州シアトルに本部を置く、アメリカ合衆国の私立大学である。1898年に設置された、ワシントン州シアトルの中心部に位置する伝統ある、カトリック系私立大学。ボストンカレッジなどが所属する、イエズス会大学協会のメンバーである。8つの学部に学士及び、修士のプログラムがあり、7400人以上の、 学生が学んでいる。公立大学に比べ学費は高いが、公立マンモス校によく見られるような大行動を使った授業はなく、小規模ゆえにティーチングアシスタントを通さずに直接、教授の部屋で本人に質問等ができる。建築家、スティーブン・ホールが設計した聖イグナティオス礼拝堂がキャンパス内にある。ネットなどで見られる、シアトル大学東、アジア校とは関係がない。 US ニュース＆ワールドレポートでは、シアトル大学をアメリカ西部地区で第6位にランクしている。また同志は、学士課程において金融学課程を全米で7位、会計課程を13位、工学課程を33位にランクしている。また大学院レベルでは、エグゼクティブ MBA 課程が全米12位、会計学課程が全米16位、ロースクールリーガルライティング課程が、 全米1位などいくつかのプログラムに高い評価を与えている。ブルームバーグビジネスウィークでは学士課程の経済学部を全米3位、修士課程ではビジネススクールが全米35位にランクしている。ありがとうございます。